ユーリー・オヌフリエンコ、ユーリー・オヌフリエンコは、ウクライナ系ロシア人の宇宙飛行士である。1996年のミールと2001年から2002年の国際宇宙ステーションと2度の長期滞在を経験した。ウクライナソビエト社会主義共和国、ハルキウ州の増炉中で育ち、1982年に、VM コマラーブ・アイスク、ハイアーミリタリー・アビエーション・スクール・フォパイロッツを、 卒業してパイロット工学の学位を取った。パイロットとしてソ連空軍に入隊し、L-29, イ7ス1 7 L-39 等で800時間以上の飛行経験を持つ。1994年にモスクワ州立大学で地図学の学位を取得した。百八十九年九月から百九十一年一月まで。 オヌフリエンコは宇宙飛行士の基礎的な訓練を受けた。1991年4月からはテスト宇宙飛行士としての訓練を受けた。1994年3月からはミールの機長としての訓練を受けた。1996年2月21日から9月2日にかけて彼はミールの機長を務めた。1ヶ月後、ユーリー・ウサチェフと アメリカ航空宇宙局のシャノン・ルシットが加わった。このミッションでは彼は様々な実験を行い、6度の宇宙遊泳も行った。シャノン・ルシットが帰った後にはフランスのクローディエ・ニュレが訪れ、彼らは193日間滞在した。オヌフリエンコは ISS の第4次長期滞在でも機長を務めた。このミッションは2001年12月5日に、 STS-108 で打ち上げられ、2001年12月7日に ISS とドッキングした。ISS には6ヶ月半の間滞在し、ハードウェアのテスト、ISS の維持、科学実験等を行った。オヌフリエンコは、ロシアのオルラン製の宇宙服を着て2回に分けて12時間2分の宇宙遊泳を行った。第四次長期滞在の乗組員は2002年6月19日に、 STS-111 でエンデバーに乗って、エドワーズ空軍基地に帰還した。196日間のこのミッションを終えて、オヌフリエンコの通算宇宙滞在時間は389日間となった。オヌフリエンコと妻のバレンティナ・ミハロブナ・オヌフリエンコには2人の息子と1人の娘がいる。彼には2歳年上の兄がいて、両親はすでに死亡している。趣味はテニス。 料理、釣り、チェス、飛行機である。ロシア連邦英雄、2度の軍隊のメダルを受賞しており、フランスのレジオンドヌール勲章シュバリエ賞も受賞している。ありがとうございます。